い、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はプロスペースやっていきたいと思います。ということで今回は OB 第2弾登場ということで、こちらの動画を撮っているわけでございますけども、いやー、例年にはない流れで OB 第2弾となりましてですね、どういうことかしっかり説明していきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ということで早速お知らせ画面にやってきました。OB 第2弾ということで、第1弾に続き登場と、タイミング的にはですね、あとはアニバーサリーの翌週に OB が来たというところなんですけども、まあ今回はね、何がどこから説明しましょう。同時にやってきたイベントがターニングポイントということで、ランキング報酬があるよというところになります。まあこれは、まあ OB や TS はいつも通りなんですけども、こちらですよ。はい、一番上。イベントボーナス付きのランキングイベントが登場と。これがですね、第1弾、今年ですね、第2弾連続でイベントボーナス付きの OB になったと。これはね、なかなか例年にはないですね。もちろん昨年とかはですね、藤川球児さんの、セレクション、ダルビッシュさんのセレクションなどと相まってですね、OB の、まあ、第何弾と何弾かなが連続で、ランキングイベントだったってことはあるんですけど、今回は OB to OB。ね、OB やって、また OB で、両方とも、イベントボーナス付き、ということになりましてですね、これはなかなか、いやー、大変ですよ。ということは、今から紹介していきますけども、選手紹介していきますけども、ラインナップも激アツだよね、と。ラインナップが熱い、OB の時にランキングイベント、イベントボーナス付きになること非常に多いので、そのラインナップも楽しみにしていただければな、というふうに思います。そのような時のガチャはですね、今一番上ですね、購入3回目で、第2弾の OB 選手1人確定、その代わり6回目の自チーム確定枠などはないよと。まあこれはラインナップが厚くて、イベントボーナス付きのイベント登場の時の限定というのパターンとなります。下に書いてますね、ターニングポイントというイベントのボーナス付きですよと。同時に真ん中ですね、お一人様1回限り、今回は S ランク選手1人確定の10連プレゼントスカウトのおかわり来てる。これはめちゃめちゃありがたいんですけども、選手 OB 第2弾見ていきましょう。はい、では OB の画面にやってきました。12名簡単に見ていこうと思うんですけども、いやー、今回本当どうしようかなっていう形なんですけども、今回はね、まあイベント走るかどうかまだわかんないんですけど、とりあえず今回の動画の中で30連ね、最初の確定枠までガチャ引いていこうと思いますので、楽しみにしていてください。では選手見ていきましょう。まずヤクルト、ペーター・ジーニ選手登場となりました。これ何が嬉しいって、まあユニフォームが今復刻やってきてるじゃないですか。その復刻にちょっと対応して、復刻場に近い時の選手っていうのが嬉しいですよね。はい、まず能力強いですね。パワー型ではありますけども、称号指令ではミパ AA の同値が結構簡単めに作れるよというところ。ポジションはファーストとライトと。だから、あれなんですけども、巨人時代だともっとライトのとかレフトの適性がついてて、かつ、適性はついてるけど低い。だろうというところなんですけど、ヤクルト時代は守備もまあまあなので、ファースト、ライトともに、まあ守らせても悪くないかなというところ。で、パワー比、降格チャンスということで、3種の神器が、まあついてると。まあ、アーティストであればさらに言うことはなかったんですけども、まあ、ペタジーニ選手、ミパ AA の選手は、なんとかオーダーに入れたい方多いんじゃないでしょうか。画面戻っちゃいましたけども、どんどん行きましょう。阪神は田淵選手登場となりました。いや、これは素晴らしいですね。12球団オーダーの方も、今一番欲しい捕手、第1位になったんじゃないでしょうか。アーチスト、かつミパ AA が可能。同調はできませんけどもね。で、まあ完全パワー型であるという選手ですけども、守備も、キャッチャー、言うことないでしょう。適正 71B。補給が少し低めですけども、肩も A あるというところです。特殊能力で超アーチスト存在感、かつ捕手もちゃんとついてるよというところですから、言うことないんじゃないでしょうか。自チームタイガースでやってる自分としては絶対に欲しいし、12球団オーダーの方も欲しい捕手第1位にさっきも言ったけどなったんじゃないでしょうか。巨人行きましょう。巨人は高橋由伸選手、まあこれは今回の目玉選手第1位じゃないですか。キャッチャー第1位は田淵選手だと思いますけども、弾道アーティストでデフォからミパ AA の同値、足も速い、守備もすごい、特殊でライトの適性 A まで持っていけるんですね。いやー、でアーチスト降格チャンス、本当の3種の神器がついているという高橋由伸選手ですね。いやー、福留選手取っちゃったなー、第1弾で。あ、違うか、あれは TS か。
迷うな、ライトどうしようかなっていうところですね、個人的にはね。広島行きましょう。津田常美選手登場となりました。完全球威型で、球種もあまり多くないというところで、まあ、ストレートが S なのは素晴らしいんですけども、C 素晴らしいし、中継ぎ抑えができるのもいいんですけども、ちょっと球種的になかなか厳しいかなというところですよね。まあ、ただね、伝説の炎のストッパーという意味を持つ選手ということで、広島純正の方などは欲しい選手になるんじゃないですかね。続きまして中日パウエル選手です。いやー、中日はね、いや、主人がどうしても現役が弱いから、助っ人来るんだったらもっとなんか圧倒的な選手欲しかったですよね。まあ去年も登場したゴメス選手とかね、まあウッズ選手は今年 DeNA で来ちゃったけど、もうちょっとね、なんかこういうミート型でほんのりゲームで使いづらい選手じゃなくて、もっと違う選手欲しかったですよね、中日純正の方。弾道ラインドライブ、完全ミート型です。守備はセンターがメイン適正で、まあまあですよね、守備もね、ライトセンターぐらいだったら守らせても悪くないかなというところになっておりまして、特殊能力が阿部比広角チャンスということで、今回広角チャンスの選手めっちゃ多いですね。だからそれだけ目玉の選手が多いというところなんですけども、センターどうですかね、大島選手使いますよね普通は。でライトは中日枠でいうと岡林選手使いたい方多いと思う中で、絶対パウエル欲しいっていう方がどれぐらいいるのかちょっと疑問はあるけども、てんてんてんっていう感じですかね。はい、 DeNA は森田選手登場となりました。すごいひげ生やしてた時あるんだ森田選手。ちょっと今回の選手の中でやっぱ見劣りするかな、津田選手に続きね。完全9位型で、9位も称号でようやく A に乗るというところ、メイン的な中継ぎ、先発抑えも限界突破4回以上でできるよと。まあこのね、殺人シュートと言われた森田選手のシュートね、落合選手も森田とは対戦したくないと言わしめたね、もうこいつ当てに来てるだろうっていうね、シュートを持ってる森田選手。リアタイでどれくらい使えるか分かんないですけど、シュートってちょっと打ちやすいんですよね。まあ、キレたいピンチ持ってるところなどは、特に素晴らしいかなと思いますけども、森田選手はやっぱりどうしても純正ユーザーかな、取りたいのは。はい、今日は横ボタンがうまく使えてないみたいですけども、はい、続きましてオリックスですね。これは初登場ですかね、2回目ぐらいかな、近鉄バージョンの岩隈選手の登場となりました。素晴らしい能力で来てますけども、やっぱりどうしてもね、楽天という球団が OB や TS が弱くなりがちなんで、今まで楽天枠の登場が多かったと思いますけども、今回は近鉄、つまりオリックスで来たと。称号次第で9位が A まで持っていければ、9位制球スタミナ、すべて A まではいけるよと。ただしデフォルトが制球型というところがオーダーを組む上でどうかなと。まあ、スタミナ2アップの称号がつけれれば、まあ、制球スタミナ型というところまでは持っていけますね。菅野選手とか同じ感じかな。あとは、大野雄大投手とかね。はい、適正は先発のみで、ストレートとスライダーが B 級種以上というところ、ツーシームなども持っているので、リアタイでも少しは使いやすい形になっているかなというところ。コントロール20丸、タイピンチキレ、素晴らしい特殊能力かなというところも兼ねております。続きまして中日はディアズ選手でございます。これはね、半分微妙半分素晴らしい。まずロッテ枠というところで、この打棒はね、ロッテ枠の方ぜひ欲しいんじゃないかなと思いますし、ミートパワー、まあ、パワー型なんですけども、称号までいければ、まあ、称号までいくのが厳しいと思いますけども、ミーパー AA のどっちまで持っていけて、メイン的さはレフトとで、まあ、知る人ぞ知る、ね、ディアズ選手はキャッチャーもできるというところで、まあ、無理やりキャッチャーで使うっていうのもありですよね。捕球スローイングひどいですけども、でディアズ選手が何が微妙って、 OB 第1弾でロッテ枠って山内和弘選手来たじゃないですか。山内選手もレフトだったんですよね。一気にレフト2人出さなくてもいいのにって感じしません？ロッテ純正の方、その辺はちょっとディアズ選手うーんっていうところですかね。まあ、他のポジションで起用できるように、限界突破しましょうねっていうことなのかもしれませんけども、まあだから12球団オーダーの方でいうと、ディアズ選手をキャッチャーで使うっていう夢はあるかなっていう感じの選手ですよね。はい、楽天は有目選手登場となっております。今回は投手が、まあ、岩隈選手は良かったですけど、結構厳しいですよね。森田選手、あとは津田常美投手も含めて、ちょっと投手柔軟というか厳しめですね。岩隈投手は良かったですけどね。完全9位型で、称号で9位 A まで持っていけるよというところ。メイン的には中継ぎで、先発も抑えもできるんですけどもというところ。この2種スライダーがリアタイでどれぐらい使えるのかですよね。ただ遅い球がないので、ストレートシュートっていうところでなかなか緩急厳しめかなと思いますけども、
このスライダーどれぐらい使えるのか、キレ奪三振対左打者、対左打者というところでワンポイントかなっていう気はしますけどもね。はい、続きましてソフトバンク川崎宗則選手でございます。まだ現役だぞ、 OB じゃないぞっていうところはありますけどもね、まあその辺は放っておきましょうしょうがないですね。 NPB の OB って意味ですかね。はい、低弾道がやっぱり気になっちゃいますね。総力型で正午次第ではミート総力、A までは持っていける、同地が狙えたらさらにいいかなっていうところですね。ショートの守備は素晴らしくて、まあ、ショートができてさらに打てる選手ってなかなかいない中では、貴重な存在かなと。チャンスメーカー盗塁流し打ち、まあ、ただこの後紹介する西武で登場する選手なんかと比べると同じポジションでちょっと見劣りするかなっていう気はしますね。はい、日本ハムは田村富士雄捕手登場となりました。まあ、日本ハムの捕手といえばっていうね、古くから、野球を見てる方からしたらそういう存在ですよね。まあ、その後レギュラーでいうと野口捕手がレギュラーになって、その後高橋慎二捕手がなって、鶴岡捕手がなって、現在正捕手不在っていうのが日本ハムかな。さ あパワー型ではありますね。称号次第ではミパ B ではありますけど、同地まで持っていけるという点ではチームには入れやすい、日本ハム枠として称号までいければ、称号が厳しいと思いますけども、12球団オーダーでも入れれないことはないかなというところ。肩が素晴らしいですね。適正は保守のみ69の C、 特殊で B まで持っていけると見栄えはいいですね。保守20丸の選手は今回、田村選手だけなので、欲しい方はぜひ取っていただければというところですけども、まあなかなか厳しいかなこの選手も。はい、最後ですね、西武枠が、いやー、ミスターライオンズですよね。ミスターレオ石毛博道投手登場となります。博則だっけ、広道で会ってました。道って読めないけど音で覚えてたわ。弾道ラインドライブがね、最近はリアタイでは重宝されているというところで、まああとはショートですよね。そしてミート型ではありますけども、称号次第でミパ AA の道中まで持っていけちゃうっていうのがこの石毛選手の魅力ですよね。ライドラをどう判断するかですけども、でショートの守備はぶっちゃけ普通でも、適正がショートしかないので使うならショートしかいけない。まあ、坂本選手とか前回 OB で登場、 OB じゃないのあれはセレクションかで登場、一郎セレクションで登場した野村健次郎選手などとの比較になってくるんですけども、まあ、これだけ守れればショートでも全然いいよね。でミパ AA の同値が組めるってなると、セレクションじゃないアニバーの坂本選手、巨人の坂本選手ぐらいしかいない中で、あと野村健次郎さんもいけるか、まあこれは貴重な存在ですから、当たって貫突できるんだったら使いたい選手ですよね。ただし、まあ、スピリッツは異なるものの、今年は西武第1弾で松井稼頭央選手も来てるんですよね。だから西武純正の方は、守備は源田でしょ、総合力はで松井稼頭央石毛どうしようみたいなね。しかもみんなショートしか守れないっていうね。いや、これはちょっとアンバランスだなという気がしますけども、西武純正の方いかがでしょうか。はい、ということで長々と独り言のようにですね、12選手紹介していきましたけども、ちょっと厳しい選手もいますね。やっぱり前回登場していた、まあ、アニバ、第1弾、そしてイチローセレクションなどと比べるとちょっと薄いかなっていう、まあ、アニバよりは濃いか、アニバよりは選手層は濃いけど、イチローセレクションと比べるとちょっと薄いですよね。使える選手というか、個人的には石毛選手はいいですよね。で、まあ、ディアズ選手、うん、岩隈選手、そして、高橋由伸、田淵、ペタジーニ、継承略というところになりますけども、今回個人的なナンバーワンの狙いは高橋由伸選手か田淵選手かな。うん、ちょっとやっぱり阪神純正やってる身、そして保守というところも踏まえると田淵選手にだいぶ気持ちは寄っちゃうんですけど、皆さんいかがでしょうかというところですね。ただライト高橋由伸選手完璧な選手なのでぜひ欲しい、この2人かな。で次あたりがペタジーニ石毛、ここやっぱ野手になっちゃうね今回は。ペタジーニ石毛欲しいよねっていう感じですかね。でまあついで岩隈ディアス、まあ、ここになってくるかなっていうところですかね。6人ぐらいかな、当たって嬉しいなと思うのは6人ぐらい。ただしディアズもペタジーニもトツは厳しい方多いよねっていうところを、あとはどう判断していくかなというところですね。
ということで今回は30連やっていきたいと思うんですけども、まあね、イベントボーナス付きのガチャは早めに引くのが一番いいですよ、でやっぱりイベントをどうせ進めるのであればね、最初に思い切って引いて、ガンガンやっていくっていうのがいいかなというふうには思います。いやー迷うな、ガチャもう一回ぐらい引くかすごく迷うところですけどもね。まあ30連目で田淵、高橋、吉野部がもし当たっちゃったらガチャは撤退でもいいかな。あとはランキング頑張って走ってみて、ランキング結果でもう一枚引くっていう感じになってくるかなですね。狙い目はこちらのお二人、一応自チームは阪神にして30連引いていきたいというふうに思います。さあ今回はS ランクが出た場合の 50% で OB の選手が出ますよ。 A ランクは 30%、 B ランクは 20% ということで、特に今回はイベントボーナス付き、ガチャになりますので、ガンガン A ランク S ランク出てほしい。よろしくお願いします。10連目いきましょう。頼む。月だけで終わるパターンあるよね。さあ S ランク確率 2.5% のうち 50% で OB、 だいぶ厳しそう。飛ぶ、来い、来たー S ランク、よし、よし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 、あー興奮してる、あー興奮してるよ。どこで来る、どこで来る S ランク 50% で OB、 あー12分の2で田淵、高橋、吉野、来い、あー B はいいから、来た、伊藤将司投手、しかもなー貫突できちゃってるから、これにね、この S ランクの伊藤将司投手に 50% のイベントボーナスつくじゃないですか。で、できれば 70% ぐらいまで上げれるんですけど、それはできないんですよね。中途半端だなぁ。いらないなぁ。もう一枚！あー、いいですね。OB の A ランクは全然ありがたい。パウエル選手がいるかいらないかは別の問題。さあ、最後も OB で来い！岩隈選手一番嬉しいじゃん。A ランク当たってなんだったら。悪くない。10連目 OK。 さあ伊藤将司投手なんですけど、やっぱりね、同じシリーズ1で貫突ができていて、イベントボーナスのためだけにこちらに移植するってことはやっぱ厳しくて、他の A ランクも2枚持ってますけども、いやこれはちょっと 50% で置いておくのがいいかな。はい、では20連目やっていきましょう。早速 S ランクが出てくれたのは幸先はいいんですけども、 OB だったらなお良かったというところ。ちなみに岩隈さんはね、まだ凸3ぐらいしかでき、凸4しかできない。今回 S ランクが当たっても。だからもう1枚ぐらい当たってくれたら歓迎できるなっていうところになりますね。では行きましょう。20連目お願いします。この調子で。月出てる。期待しちゃう。残念。さっきと同じパターンだから最後に笑ってくれそう。ここは、これで赤くなってならんわ。同じ流れかと見せかけられたけど違うわ。はい、一応飛ぶ。からの20連目はなんかなかったことになりそうですね。せめてな、イベント走るんだったら A ランク OB 以上で10枠まで埋めたいんですよね。あー厳しい。 OB 出ない。さあということで、今回のガチャ唯一のS ランク登場枠の30連目というところになります。ここで2枚引きしたいな。ここで田淵選手と高橋由伸選手がもし出たらガチャ動画はこれで終わり。はい、出なかったらちょっと考えます。ということで30連目いきましょう。お願いします。その2人が筆頭で欲しくて、ペタジーニ、石毛が第セカンド枠、サード枠がディアーズ、いい枠間かな。さっきそうやって言ったっけ。はい、そんな感じ。行きましょう。ディアズに合わせて始めちゃった。うわ、演出悪いな。2枚引きとかさ、期待してんのにさ、こっちは。ワンチャンとか思ってんのにさ。ワンチャンとか思ってんのにさ。はっは。バット当たったら田淵。10連目だったら喜ぶよ。うわ、笑ってくれたって。そうならないじゃん。ここではさ、外選手 OB、 高橋由伸 OK、 嬉しい。 OB 出た。 OB まさかの A ランク、いい感じに出てくれる10連でした。最後やべえ、ここで動画締めにしたいと思います。今日の動画の内容参考になって面白かったよ。
もしくはこの後出てくる S ランクが良かったねと思ってくださる方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。高橋由伸、田淵、高橋由伸、田淵来たぜ。ありがとうございました。失礼します。